ご参加いただきありがとうございます。私は全体の進行を務めます連合の中村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日のタイムテーブルは画面表示または事前にお送りしている資料をご覧ください。それでは初めに連合の上月会長より主催者挨拶をいただきます。上月会長、よろしくお願いいたします。はい、皆さん方、それぞれご対応中のところ、ご参集いただいたことに、感謝を申し上げます。このサマートップセミナーでありますが、2年に1度の連合の定期大会を控えたこの時期に開催をしております。コロナ禍の開催は初めて、であります。そういう中で、今回初めて、オンラインによる開催をいたします。このセミナーは基本的には連合加盟の構成組織、地方連合会のトップリーダーが主な対象であります。しかし本日はオンラインのメリットも生かす形で、組織の中においてもより幅広く、さらには一般の方々も含めて大変多くの方々にご参加をいただいています。先ほど司会の中村さんからもありましたように、全体で700人という規模になったところであります。さて、コロナ禍との戦い、1年半を超えてしまいました。この間、我が国は多くの問題点にぶつかり、社会に潜むさまざまな不条理を改めて思い知ることになりました。とりわけ、雇用の面でありますが、セーフティネットが脆弱です。そのため、パート、有期、派遣などの雇用形態の方々や、曖昧な雇用で働く仲間、あるいは女性、学生、外国人など、相対的に弱い立場におられる方々が、大変厳しい状況に追い込まれています。さまざまな問題、これはすでに我が国の社会に内在をしていたわけでありますが、とりわけ、雇用と生活保障のセーフティネットの構築、これ喫緊の課題であります。包摂性、持続性を担保する上で最大のテーマであると私は思います。この点をはじめとして、私たちは命と暮らしを守るニューノーマルを確立していかなければなりません。そのことを強調し、この機会に申し述べておきたいと思います。一方で、このコロナ禍の中で私たちの運動活動、大きな制約を受けていますが、リアル、アナログによる取り組みの良さは、いずれぜひ取り戻していかなければならないと思います。しかし、こういった場を含めて、デジタル技術も活用して、団結や連帯の形の幅を広げて、より多くの人とつながり合い、寄り添い、これからの労働組合の力として発展をさせていくということも必要でありますし、非常に重要なことだと思います。いわば新しい運動様式への挑戦と言えると思います。こういった歴史的な転換点ともいえる大きな変化の局面におきまして、その推移を見極め、自らの指針に生かすためにも、より多くの知見に触れて示唆を得ることは大変重要です。本日は基調講演、そしてセッション A、B、C と全体で4つのパートに分かれますが、いずれのテーマにも、これからの何々、これからの何とかと、こういう形で銘打って、第一線にいらっしゃいます気鋭の方々が、今後の世界、そして日本にどのような展望を持っているか、お話を伺うこととしています。ご登壇の皆様、お一人ずつをご紹介したいところでありますけれども、私からは、海外からお招きをしたオードリー・タン大臣について一言触れさせていただきます。ご存知のように、台湾において史上最年少で閣僚となられ、デジタルトランスフォーメーションを国策として強力に推し進め、コロナ対策も含めて行政の改革に反映するとともに、
ジェンダーや民主主義など幅広いテーマに関して大変多くの発信をされています。大変影響力のある方であります。本日はこのオードリー・タンさんをはじめとして大変多士済々の顔ぶれにご登壇をいただきます。ご多忙の中でのご対応に心より感謝を申し上げます。そして質疑応答の時間も設けさせていただきます。ご参加の皆さん方はぜひ積極的に参画をいただきたい、そのことを申し上げておきたいと思います。本日はおよそ半日でありますけども、参加をされる皆さん方には一つでも有益なものをつかんでいただき、今後を考える糧としていただきたいと思います。そして今まさに来期の連合の運動方針に関する検討が佳境の時を迎えています。本日交わされる議論にしっかりと耳を傾けて、今後につなげていこうではないかと、そのことも申し上げ、私からの主催者の立場での冒頭の一言とさせていただきます。今日はどうかよろしくお願い申し上げます。今回、大変ありがとうございました。それでは、最初に基調講演といたしまして、これからのデジタル、ダイバーシティ、デモクラシーと題しまして、台湾のオードリー・タン、デジタル担当大臣より、お話をいただきます。この講演のセッション、連合総合政策推進局長の井村が進行を務めてまいりますので、よろしくお願いいたします。オードリー・タンさんのプロフィールについては、画面表示または事前にお送りしている資料をご覧ください。オードリー・タンさんにはですね、前半15分程度、お話をいただいた後にですね、後半30分は、質疑応答の時間とし、いたします。質問や、コメントのある方はですね、講演の途中でも構いませんので、画面の右下参加者画面を出てくる挙手ボタンを押してですね、順番をお待ちいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。それでは、オードリー・タンさん、お話をお願いいたします。音声が聞こえないです。This is the interpreter speaking. This is the interpreter speaking. まだミュートになってます。This is interpreter speaking. We don't hear the English sound. Can you start again, please?今これで音が聞こえているといいかと思います。このオンラインで参加をすることができ、非常に光栄に思っております。まず初めにデジタルについてお話をさせていただきます。デジタルは IT についての話ではありません。これは機械と機械をつなぐものです。5年ほど前にデジタルについての話がありました。実はいろいろなところでデジタルのウェビナーというのは存在しておりませんでした。しかし現在は台湾のデジタル大臣としまして、ソーシャルイノベーションの担当といたしまして、これまでのデジタルに関する経験についてお話をさせていただければと思っております。中にはデジタルとデモクラシーをつなげようというふうに考えています。コンセプトとして古代のギリシャに遡るというのがデモクラシーですけれども、しかしデジタルというのはその後の近代のものです。デモクラシーというのは社会的なものです。他の社会的なテクノロジーと同じようなものです。テクノロジーとして、ソーシャルなもの、社会的なものです。デモクラシーそのものというのは、他の社会的なものといたしまして、どんどんと改善がされてきています。
これは単純に投票をするということではありません。投票というのは情報に関して得るということだと思うのですが、それだけでは十分ではありません。しかし台頭するテクノロジーというのは、デモクラシーそのものです。数週間前に、私はジャーナリストから頼まれました。多様なデジタルデモクラシーについてということを聞かれました。またデジタルの権威主義について聞かれました。そして私がその時にお答えしましたのは、台湾のデジタルデモクラシーにおいて、透明性という話をするときには、これは意思決定をする、また透明性だという話をしました。しかし、このデジタルの権威主義のもとでは、透明性というのは、市民に対して国家が透明性を保つということを意味しています。そこでデジタルの基礎となるのは、総合的な信頼となります。国家とまた大規模な企業に関しては市民を信頼したくてはならないということです。アジェンダを設定する上にこれは信頼を得ていく必要性があるということです。デジタルの権威主義というのはデジタルを使います。例えば国家の検閲であったり、そこで台湾においてはまた社会的なセクターというのがまず最初に非常に重要なところです。他の国においては社会的なセクターというのはもしかすると3番目の第三セクターで自主的なセクターなのかもしれません。しかし台湾においては社会的なセクター、つまり官民のセクターがまず第一に来ます。これについて理解をしているのですが、人々はイノベーションは何を適用していかなくてはいけないのかということを理解し、また政府といたしましては市民と一緒に取り組まなくてはならないということです。ではいくつか例を挙げたいと思います。デジタルについてですけれども、ひまわり学生運動があったと思います。3月におきましては非常に多くの学生が道に出てデモを行いました。初めて道において行ったと思うんですけれども、立法院が初めて市民によって選挙されたということになりました。この情報を聞いたときに、選挙されているのだということをしたときに、そのときにガブゼロもしくは G ゼロの人たち、私も含めてですけれども、システムとしまして直接的なコミュニケーションができるようにしようと思いました。透明性を保っていこうということを行いました。そして放送をするということ、これは20の NGO が関わっていて、それぞれが側面に関わっていたのですが、このデモそのものというのは抗議ではありませんでした。これはデモだったのです。デモンストレーションでしたので、私たちは何をしているのかということについてを示しているというものでした。デジタルなどを使っていて、それによって何百万人という人たちの声を聞こうということを行いました。これは十分な共通の価値というのをさまざまな人たちに提供していくというものでした。これは立法院の長の人に占領の後に受け入れられたということになりましたので、これはデモそのものとしては透明性、また総合的な信頼を得ることができたということと、また情報をそして多極化という意味でもこれはうまくいったということが言えます。またよく言われるのは、なぜ団結をするということ、例えばソーシャルメディアといったようなものを見てお互い戦っているといったようなこともありますが、しかし団結ということが非常に厳しい、また共通の課題に立ち向かっているときに必要であるということがあります。また
政治的な状況、地政的なことということを考えますと、このような凶暴であったりですとか、またデモクラシーに対して何か妨害するようなものということが極めて重要となってきます。しかし非常に重要なのがシャットダウンです。市民が中心となるアプローチ、情報に関する戦い、またインフォデミックに関してですけれども、中にはご存知の方々もいらっしゃると思います。パンデミックにおいては過去の例えば公正である、また楽しいといったようなことの要素があります。またより重要なことといたしましては、電話などについても、例えばダイヤルフリーの番号1922ですとか、どのようなウェブサイトであったとしても、どういった人であったとしても、市民なのかそれとも住民なのか、また大人なのかそれとも10代なのか、もしくは投票権があるのかないのかどうかについても、このデジタルデモクラシーについて関わることができる。ソーシャルメディアを責めるということではなく、自分がソーシャルメディアになるということです。で、私はソーシャルメディアの反対派と、それから新ソーシャルメディアというものを区別しています。これが関係者の間での議論になって、それが例えばミュージアムとか公園とか大学のキャンパスとか、そういったところで行われます。これは同じ人たちなんですけれども、ナイトクラブとかそういったところでお酒が出ます。で、彼らは叫んだりもします。ただそういった人たちであっても、反ソーシャルメディアの人たちであっても公共の問題について話し合いをします。そして予算を、学術的な予算であるとか、そういったものも分配をします。そして広告主とか株主の利益を満たすということではありません。これによって我々としてはコロナ対策を取ることが可能になります。社会セクターに助けてもらえます。そして、これは公務員のアイデアではないんです。社会セクターのアイデアということで、100以上の違ったチームがマスクのアベイラビリティを昨年見える化することができました。いろいろな場所で、今年 SMS に立脚をした追跡のシステムを作りました。そして業者ではないし、もしくは政府の技術者ではなく、こういった追跡をしたいと思っている人たちがプライバシーを守るような SNS に基づいたコードというのを作って、3日間で競争できた、コークリエーションできたということです。それからまたワクチンの配分システムについても、やはり直接民主的な制度に基づいてやっていて、人々はいろいろ違った意見を言います。アストラゼネカがいいとか、もしくはモデルナでもいいとか、まあ、そういったことを言います。そして年齢に基づいてアストラゼネカのワクチンを配分したりしています。まあ、これについては日本から寄付をいただいたので御礼申し上げます。アストラゼネカでもいいと言っている人たちに対して配分がされています。ということで、中央政府であるとか民間セクターがいろいろ推測をする必要はなかったんです。社会セクターがそういったのを示してくれたので、これが PPP と呼ばれるパートナーシップです。人、社会セクター、
というのが率いて、そしてもしくは国とか地方政府とそういったところが増幅をさせて、また民間経済セクターが提供するというような形です。これはちょっとしたエピソードだったんですけれども、もうすでに人々のためにどういったことがされているのかがわかると思います。それでは Q&A を通じていろいろと議論をさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、オドリタンさん大変ありがとうございました。それではここから質疑に移りたいと思います。質問がある方はですね、この画面の右下、参加者画面を押すとですね、出てくる挙手ボタンを押してください。こちらで、指名をいたしますので、事務局がミュートを解除しますので、それを確認した後にですね、ご発言をお願いいたします。通訳を介しておりますので、なるべく端的にお話をいただければと思います。それでは挙手をお願いいたします。もういない。それでは最初に自動車総連の熊野さんお願いいたします。 First of all, can we have Mr. 熊野。はい、ご指名いただきありがとうございます。タンさん、Thank you. 新しい気持ちで物事を見て前向きに取り組むきっかけとなるお話をいただいて本当にありがとうございます。 Thank you very much for では、私からはちょっと今の話とは直接つながらないですが、多様性について質問させてください。私は自動車産業で働いています。いろんな人がですね、働く、多様性については経営のトップは推進の方向を打ち出していますが、製造現場ではですね、生産性が下がるとかコストがかかるというふうに受け止められていて、現場は力のある男性が主力で、誰もが働ける状態にはちょっと程遠いんです。そこで質問なのですが、私は最終的にはそうなると信じてますが、ものづくりの現場においても、いろんな人が働けるという多様性は生産性向上につながるのでしょうか。そして、多様性を推進するには、現状を変えたくない人たちを納得させて動いてもらう必要があります。どういったことをしていけばいいかアドバイスいただけると幸いです。質問以上です。すみません、タンさん、では回答お願いいたします。 Minister Tan, would you respond? 私がよく申し上げているのは、ジェンダーに関していつも申し上げているのは、台湾において日本も同じ課題を抱えているのではないかというふうに思っております。 40% の国会議員、また私たちの総統は女性です。また科学技術の分野においては、卒業生に関しては非常にまだ女性の比率についても限られているというのがあると思います。まだそういった分野においては限られているというのがあるかと思います。私の場合ですけれども、台湾においてはプログラマーなどにおいては、プログラムデザインなどにおいて、私たちの間においてはソフトウェアのエンジニアについて、またデザイン
これはアートの分野と同じだと思うのですけれども、ジェンダーのダイバーシティ、また LGBT などに関しては、これは逆にプラスでメリットであるというふうに考えられています。デメリットではなく、そこでソフトウェアデザインとしてはさまざまな人と仕事をさせているのですが、エンジニアリングなどにおいてどちらかといいますと機械と多く関わるということになりますと、プログラミングは特に STEM の中でもダイバーシティの状況が最も享受できている分野なのではないかと思います。そこで私からの提案ですけれども、ぜひその部門分野によってフォーカスを当てていくということです。また確実なのは、特にこの分野において関心を持ってもらうということです。争うですとか、また昔からの在り方ですとか、またエンジニアとかジェンダーとか、そういったものと争うのではなく、何か新しいものを作っていただきたいと思います。デザイナーのような、今の時代においてはオートメーションが起こっています。仕事の作業の中で人々はもっと集中しなくてはいけないと思います。デザインなどを中心に行っていかなくてはいけないというところがあると思います。そこでデザイン設計などをまず中心にしていくと、他の従来型のところも変わってくるのではないかと思います。これが過去20年間の間、台湾の STEM の状況において変わってきた状況であるというふうに思っております。ありがとうございました。続いてジェックレゴの安原さん、お願いいたします。安原さん、どうぞお発言ください。安原さん、ミュート外れましたよ。じゃあすいません、次にちょっと聞こえないので進めさせていただきます。また後ほど通じるようになったらお願いいたします。次、田島さん、田島かなめさん、よろしくお願いいたします。もしもし、こんにちは。入ってますか、音。大丈夫ですよ。あ、入ってます。ありがとうございます。じゃあ機会をいただきありがとうございます。衆議院議員田島かなめでございます。私から2つほどお伺いしたいんですが、1つは、日本の立憲民主党は先の国会でインターネット投票法案を提出しました。まあ、そこで著名なオードリー・タン大臣の下の台湾ではインターネット投票はまだ実現していないと思うんですが、これから実現させるお考えがあるか、もし、させないということであれば、どういうことが障害になっているかということが1点でございます。2点目は、台湾の若い世代の投票率がどのぐらい今あって、そしてどういう主権者教育を実践されてきているか。で、かつて以前、台湾代表部と話したときに、台湾では大学のキャンパスに政党ごとのサークルがあって活発に活動していると、まあ、そういう形で大学生などがすごく政治に身近さを感じているという話を聞いたことがあるんですが、実際のところはどんなもんなのかという、その2点でございます。よろしくお願いします。はい、それではよろしくお願いいたします。ご質問ありがとうございます。これは非常に重要なテーマになっていると思います。インターネットで、例えばストロー、プラスチックのストローに反対をしているような人もいますが、この人たちが5000ぐらいのオンラインの署名を集めることができれば、それが実際の政策に落とし込まれるというようなことが起こってきています。そして嘆願書を出した人は17歳だったんですね。当時それを出した人は2017年だったんですけれども、ということでこういった形で e コレクトというのでやっているんですけれども、投票権がない人であったとしても、
そういうことをしていて、オンラインで出される単眼の4分の1はそういった人が出しているんです。それからオンラインの予算策定ですとか、そういったことについても行われています。そしてまた、これは人に対して投票するのではなくて、問題のために投票するということです。つまり人に対して投票をする場合には紙を通じてのみ行うということになっています。というのも集計のプロセスが非常に透明性があるからです。そして1回投票をすると、その票はもう無効になっていくということで、またそのプロセスについては撮影がしっかりされているんです。それからアプリがあって、それで集計なども行っている。なのでいろんな政党のメンバーというのは集計をきちんと監視をしていて、それをいろんなところに報告しているということになり、それで投票のプロセスの透明性とか信頼が上がるということです。後からその数字が問題視されることがない、物議を醸すことがないということです。そして予算に対する投票というのも非常に重要です。採決も重要です。これは、これは予算に対する投票であれば、特に一人一票というような話ではありませんから、問題にならないと思うんですけれども、人に対して投票をするような場合には問題になりますので、その2つは区別していると。政策に対する投票であれば問題が変わる、総統に対する、もしくは市長に対するような投票なのであれば、これはペーパーベースで行わなければいけない。でも政策であれば、デジタル関係の投票が可能になっているというような状況があります。それが1点目。それから2つ目なんですが、若い人たちですね。若い人たちがこの国の方向をリードするということで、高齢者については彼らに対して力を与えるということを行っています。デリゲーションを行うということ、移譲をするということです。内閣のレベルであったとしても、この17歳の人が陳情書を出しました。今年19歳になる人なんですけれども、ストローの廃止を求めた人、プラスチックので、この人たちも国の内閣の中の集まりのメンバーなどになっています。35歳の人であっても閣僚として指名されたりもしているので、リバースメンターとして機能をしているということです。トレンドですとか、そういったのを若い方の人たちが教える。そしてよりシニアのメンバーの人たちは、実現可能性とかそういったことについて助言を行う。またそのような形で内閣のレベル、それから自治体のレベルでそのようなアレンジがされていて、諮問が行われるようになっています。そして高校でも、また大学でも同じようなプロセスをやっているので、そういう状況があります。ありがとうございました。続いて連合東京の平野さん、お願いします。はい。連合東京の平野と申します。今日は大変貴重なお話ありがとうございました。連合東京は今週末からオリンピック開催されますけれども、その東京の地方組織です。連合東京はこのオリンピック・パラリンピック開催にあたりまして、特にパラリンピックの成功に向けて機運が高まるよう、これまでいろいろ取り組んできました。来月のパラリンピックでは、私自身も、ボランティアをする予定であります。パラリンピックを通じて、パラスポーツがさらに普及すればいいと思っておりますし、ハンディキャップを持たれる方への理解がもっと深まればいいなというふうに思っております。ですが一方で、日本においては、残念ながら、ハンディキャップを持たれる方の雇用っていうのがなかなか進まないっていうのが、現状であります。この1年、
新型コロナウイルス防止策ということで、企業ではリモートワークがの導入が進みましたけれども、こうしたデジタルによる働き方の変化によって、障害を持たれる方、ハンディキャップを持たれる方の雇用が増えることも、期待されます。そこで、質問なんですけれども、先生はデジタルと、ハンディキャップを持たれる方の社会進出について、どのようにお考えでしょうか。台湾の状況なども合わせてお聞かせいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。非常に大きなところで、かなり雇用しているところ、障害を持つ人を雇用しているところというのもあります。その長いことを今まで仕事をされているということで、またモデルなども存在をしております。またシステムそのものとしてもサポートをしています。質を高めようということを行っております。そこで私どもとしましても、できる限り社会的な価値観というところから違いを受け入れようということを行っています。私の関わっているソーシャルイノベーションラボにおきましても、さまざまな人たちが参加をしております。台湾におきましても多くの労働者、またパン屋さんやまたシェフなどの分野においては、そういった人たちも存在しています。非常にクリエイティブな部分においても、例えば絵画などにおいても、ソーシャルイノベーションラボなどで関わるようにしてもらっています。また状況であったとしても、非常にしばらくの間失業されていたような人たちもいたのですが、しかし再度社会の中に入っている人というのもいます。スーツですとか、またジャケットなどを使うようになっている人たちもいます。またこういったものは社会的な価値ということで捉えられています。ぜひソーシャルイノベーションということ、また購買力ということも検討していきたいというふうに思っていますので、これが私への個人的なソーシャルアントレプレナーシップに関わる考え方です。ありがとうございました。続いて大見会長代行、よろしくお願いいたします。はい、連合の会長代行を務めております大見です。今日はどうもありがとうございました。デジタル化とデモクラシーということについて、最近日本で起きた問題を紹介して見解を伺いたいと思います。これは日本政府の加藤官房長官が記者会見をしたときにですね、これは直接配信されるニュースと動画とですね、それから誰かが拡散して流すものがあるんですが、その中で官房長官が笑いながら話し記者会見に応じているという写真が配信されました。問題が深刻であったために、なんでその官房長官は笑いながら記者会見しているのかということの批判が殺到したんですが、実はこの画像は加工されたもので、本人は別に笑ってなかったんですけど、それを笑い顔に加工したものが流されたという、いたずらみたいなもんだったんでしょうが、しかしこれによってですね、実はデジタル画像というのは簡単に変えられてしまうし、あるいはそのニュースもですね、フェイクニュースのようなものが簡単に作られてしまって、受け手は何が真実なのかよく分からなくなってしまうと、これが民主主義を歪めてしまうことになりはしないかということが議論になったわけですが、こうした
デジタル技術を意図的に加工してしまう、あるいはフェイクニュースを流すということに対して民主主義はどう立ち向かえばいいかということについて見解を伺いたいと思います。共有いただきましてありがとうございました。でヒップホップヘビーメタルのバンドとかソニーとか、まあ、そういったところがリメイクをして、そして私の顔を漫画のキャラクターに変えたりしたりもしているんですけれども、それは特に私としては問題はありません。まあ、事実も含まれていますし、時々、まあ、お世辞のような形でアートの素材にしていただくようなこともあり、それは特に問題ありません。ただ私は何でも公開をしていますので、人々が攻撃をしてきた場合にはそれは公開されてしまうんだということを彼らは理解しています。そして私のアカウントというのは、検証もされている、本人確認もされているので、何か攻撃があったような場合にはそこで公開をし、しかもそのアカウントは真実のものであるということを理解、できます。ということで陰謀論とかそういったものが生まれる余地はありません。ありがとうございました。続いて榎原さんお願いできますか。航空連合の榎原さんお願いいたします。はい、航空連合の榎原です。オドリーさん今日はありがとうございました。講演の中でも触れられていた、コロナ対策、台湾の中でのコロナ対策での、まあ、マスクマップの作成は、まあ、非常にその技術力ですとかスピードが、まあ、世界的に称賛をされていて、日本で私も聞いていて非常に羨ましいなと思った次第なんですが、まあ、その開発ですとかそれを実際に進めるにあたって何か、まあ、障害となったことがきっとあったんではないかと思っているんですが、まあ、もしそれがあったのであればどうやってそれを乗り越えたのかということをお話しいただければと思います。お願いします。システムそのものといたしましては、マスク薬局で販売されているもの、それも一般の人たちに販売されているものがオープンなものになるようにということをしたかったのです。リアルタイムで薬局でどのようにマスクが販売されているのかということに関して、一方で薬局の中ではオープンになるためにこの薬局を訪れる人たちの保険証を使って、そして番号を与えて、そしてその番号を持って夕方に戻ってくる、そしてその時にマスクを引き取るようにというふうに行ったところもありました。これがソーシャルイノベーションです。このマスクのマッピングというのは良かったと思いますし、その番号で照合するというシステムも良かったと思います。そしてそれがうまくいくとそれがうまく加速するのだと思います。プロセスというのは、薬局のプロセスそのものというのは、この地図そのものを見ると薬局で何も販売をしていないというところを見る、また完全に販売してしまったというところも見ることができる。そうするとこれは作られた数字のように思ってしまいます。そこで薬局に多くの人たちが押し寄せるということになってしまいます。そこで薬局
として例えば A4 の紙で漢字で非常に大きなもので大きなフォントでこのアプリについては押さないようにということでびっくりマークがついていたというのがあったと思います。よくこれよく覚えています。これは翌日だったからです。マスクが入手できるかどうかというマップを導入した翌日だったからです。ですので最初は確かに新しいソーシャルイノベーションを受け入れるというのでトラブルが起こったという状況です。しかし克服の仕方は非常にシンプルでした。これは薬局に行って薬剤師の人に聞いたんです。もしデジタル大臣だったらどうしますかということ、非常にシンプルな質問ですけれどもこれを聞きました。そこで競争をしました。薬剤師にとってボタンを一度押せば最後のこの券を渡してそして最後の保険証を回収するということになると、その時にはボタンを押せばいい。そうすると1日もうすべて消えてしまうというふうにしまいました。夕方にはそこでシステムを導入してから状況としては良くなってきたというのがあります。しかし薬局側からするとどうすればいいのかわからない、そしてどうすればいいのかということで聞いたことからその時点から競争が始まったといえます。はい、ありがとうございました。続いて、辻さんですかね、辻直弘さんですかね。はい、聞こえてますか。はい、はい、私公益財団法人国際労働財団の辻です。海外からこんな有名な人の話をですね、今回はちょっと通訳の声しか聞こえないんですが直接聞ける、これはもうまさにデジタルのメリットだと思います。で、我々国際労働財団ジラフではアジアの各国を中心に、まあ、人を呼んだり我々が行ったりして労働組合の指導者への研修をしていますが、昨年度はまあご存知のように往来ができなくなって、まあ、したがって YouTube ですとか Zoom を使ったセッションをたくさんやりました。でこれはまあ研修生には非常に好評だったんですが、やはり終わってみると実際に会って交流したいという声が非常にたくさんありました。まあ、デジタル化っていうのはその、まあ、組合活動では非常に人と人とのリアルのつながりを重視しているんですが、まあ、そういったつながりを薄くしてしまう可能性があるのではないかと不安に思っているんですが、こういったことについてはどうお考えでしょうか。何か代替案などがあるでしょうか。以上です。聞こえてる答え。私としてはデジタルでいろいろなところにつながることができるようになります。その一方で待機幅の制限というのがありますから、今実際のフェイストゥフェイスと比べると速度は50分の1ぐらいしかないんです、待機幅的に。ということでかなり多くの人たちは表情ですとかそういったものが実は抜けてしまうんですね、デジタルの場合には。したがってお互いそういった部分が見えなくなります。もうすでにその人のことを知っていればいいかもしれませんけれども、直接質の高い時間を友人などと過ごすことができれば、もしくは手紙を書いてお互いに連絡を取り合うということができればそれはいいと思うんですけれども、待機幅の状況があまり良くない場合には手紙を送ったりすることができます。ということで高品質の待機幅があって、そして相互の信頼
感というのを醸成することができればいいと思います。したがって、台湾ではブロードバンドを重視しています。ダウンロードのスピードだけであれば、アップロードのスピードがあまり高くなければ、あまり共同の場を共有しているというような感覚が生まれてこないからです。ということで、5G 以降については、だいたいフェイス2フェイスの接続の 10% ぐらいしか可能ではないということで、ね、10ギガビットパーセカンドになって初めてビットレートとしても私たちの目とか、そしていろいろな感覚器がフルに感じられるようになる、そういう状態になって初めてデジタルというのは直接のコミュニケーションと同じぐらいいいということが言えますが、そういった段階に行くまではやはりデジタルというのは、その付加的なものになると思います。もしくも追加的な補完的なものにしかデジタルはならないと思います。したがって私も直接日本に行きたいと思っているんです。ワクチンも受けました。コロナが落ち着けばぜひ直接来日したいと考えています。はい、ありがとうございました。まあ、本来であれば報道によると、あさってのオリンピックの開会式にもというお話だったというふうに思いますが、大変残念に思っております。時間の関係で次の方、最後の質問とさせていただきます。UA 前線の八野さん、お願いいたします。はい、聞こえてますでしょうか。はい。はい、今日は貴重な機会、ありがとうございます。UA 前線で副会長をやっております、八野と申します。よろしくお願いいたします。今現在世界の中でも民主主義の存在がすごく問われていたり、共生という言葉が重要になってきたり、または誰も一人にしない、または社会的包摂ということが重要になってきていると思います。先ほどオードリー・タンさんの方から多様なデジタルデモクラシーのために透明性、それと信頼性が非常に重要だというお話がありました。その透明性、信頼性の確保をするために、先ほどもお話しされた点があると思いますが、もう少し踏み込んで、こういうところが重要であるということをご指摘いただければ大変ありがたいと思います。以上でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。基本的なところですけれども、テクノロジーを考える。テクノロジーというのは人に対して奉仕をするということを考えると、誰かに対して適応していくものではないというものです。テクノロジーに対してこれはどちらかというと急進的な考え方だというふうに思っています。そういった意味では私自身はデジタル大臣として5年前から仕事をさせていただいておりますが、その前にはデジタル大臣は存在していませんでした。そこでよく聞かれるのは、職務記述書は何ですかということを聞かれます。デジタル大臣の、そこで私がよく伝えているのは、人を中心としたデザインにすることということです。つまり私の職務記述書に関してはそうなっています。 IoT インターネットオブシングスを見ると、またバーチャルリアリティを見ても共有をすることができます。またできる限り共同的な学習をしようというふうにも思います。また体験をしていこうということもよく言っています。またシンギュラリティということを考えるときには常に多元性ということを考えていかなくてはなりません。また多元性ですけれども、これは人、また将来的な世代というのも含まれていきますので、また祖先、
また今のテクノロジストだけではなく関わってくるというものになります。はい、ありがとうございました。もう時間も少なく残り少なくなってきたんですけど、私からも1点お願いいたします。マスクマップの話がありました。社会セクターの皆さんが作られたということなんですけれども、デジタルを活用すればそういうこともできるということだというふうに思いますが、日本にはですね、実は学校に通わない、引きこもりと言われる人たちが18万人ぐらいいるんですね。彼らがそういったデジタル技術を使って社会に参画する居場所を作るということにもつながるというふうに思うんですけども、この点について何かご意見があれば最後に一言いただければと思います。あまり自分たちの表現を自己表現をすることというのがあまり快適ではないということで、なるべく人と接するのを最低限にしたいと思っている人たちがいると思います。ただ最近はハイブリッドになってきているようなところがあります。オンラインコミュニケーションの方を好む人たちというのもいて、WebX とかそういったものを使うと、これで職業人の人たちがもともとは使っていたんですけれども、最近は個人が使うようになってきています。社会セクターでのつながりのために使われるようになってきている。つまりインターネットというのは、フェイス2フェイスとどちらか片方だけというわけではないと思うんです。二者択一ではないと思います。インターネットを追加的に使うことができます。例えばこれは私が住んでいるところなんですけれども、空っぽに見えるかもしれません。ただここで AR オーギュメンティッドリアリティを使えばもう空っぽではなくなるんです。そのこういう空っぽにしている理由としては、いろいろなバーチャル背景を置きやすいからこういった状態にしているということで、あえて何も置いていないんですね。つまりバーチャルな背景を入れるためにいいような環境にしているということです。こういった形でスペースを設定にするということも行われていますので、その現実とバーチャルと両方使っているというような状況になっています。はい、大変ありがとうございました。皆さんからの多くの質問へのご対応、オードリー・タンさんありがとうございました。なかなか不慣れな環境でしたので、質問者の皆さんとのやり取りもうまくいかなかった部分も多分にあるかと思いますが、これにて基調講演をですね、終了とさせていただきたいと思います。改めて、オードリー・タンさんにですね、感謝を申し上げるともに一層の ご活躍をお祈りいたしたいというふうに思います。本日はどうも大変ありがとうございました。